保存会の会長さんからご挨拶をいただきましょう。近藤浩介会長でございます。ただいまご紹介をいただきました柳橋歌舞伎保存会長を仰せつかっております。本日は我々文化セクター始まっていないというので大いに前向きさんありがとうございます。東北、江戸時代の終わり頃から大体200年伝わっているというふうに言われております。途中あの戦争があったり、飢饉があったり、また後継者不足があったりいたしまして、なんとか集団もいたしましたが、昭和55年に地区全体が、保存会になりまして、保存会を結成いたしまして、それ以来、休みなく本日まで公演を続けていただいております。特に今回の受賞の時は、歌舞伎を挙げるところが終わりました。8月いっぱいからまで、立ち入り禁止になっています。市区の皆さんからまたご礼が大変なお礼をいただきまして、9月の公演に何とか間に合わせ、休みなく、続けておいただきます。大変ありがとうございます。またその時から、柳橋近辺の派生物住宅に出向に増しないや、あるいは日本少年の皆様と柳橋の歌舞伎の会場にご招待いただきまして、歌舞伎をご覧いただきまして芸能を発表しているということで、ずっと3年4年やってまいりました。また去年は、南相馬の復興支援歌舞伎公演ということで、私たちとそれから郡山市の三谷中学校の先生たちにも協力をいただきまして、南相馬に行って歌舞伎をやってまいりました。大変喜ばれてまいりました。本日、最後になりました柳橋歌舞伎、この絵本太閤記十段目という芝居は柳橋が大変こう馴染みの深い、何遍も多くこう演じられている歌舞伎になりまして、太閤記十段目で太閤というふうに訳して、親しんでおります。これは秋津美術が、織田信長を打ってから1日目が1段目、2日目が2段目ということで、10日目が10段目ということで、大体10段目が多く演じられて、他のことはあまりやらっていないことが多いんですが、10段目が多く演じられて歌舞伎でありました。尼崎、環境の場です。ここに水市のお母さん、それから奥さんと息子と、そして縁の付けの初夕4人で暮らしております。ここでまあ、お父さんが謀反を起こして、逆ドルということになりまして、一緒に上次郎も、連れに行ってもね、なかなか得られないということで、ウィーチにして、ウィーチに行って、華々しくも実践にしようということで、決心をつけました。お母さんに来て、初めてにも、人や別れを告げて、一人と行こうとしますが、その後、初めてに見つかりました。まだ就任もしない若い2人であります。2000も3000も見事であるというふうに思っているのに、私を置いていくなんてとんでもないというような挙動がありますが、うちの勤めです。何とか仕方ありません。その鎧武術を早くないということで行きます。この時、十字路が舞台の裏に入りまして、着替えをします。今まで部屋にいた帰りから戦場に向かうわけで、これ鎧を着たり、いろいろあれが大変なんですが、この間時間稼ぎということで、初めが兜打ちというデスカブトをね、お姫様だから重たくても出ないんです。それでそのデスカブトを、自分の刃元に乗せて、引きずっていって自分の方に持っていくという、これが兜打ちと言われる、まあ武士で着替えをしているうちの時間稼ぎというふうにご理解をお願いしております。そして、やがて水尻が帰ってきまして、ここに、敵の秀吉が入っているということで、それを竹槍で長寿星に刺しますが、秀吉ではなくて実際は自分の母親を刺して殺してしまう。また十字郎も傷を負って虫の息で帰ってきますと。で、結局は二人が亡くなって水尻も大変、さすがの豪中の水尻ですが大泣きになりました。
で、そこに平屋さんの軍勢が押し寄せました。だけどここまでは高々越えしないで、あと真実を決めて、天皇山で修行を喫しようと、諸国の娘に平屋さんが張ったということを見せないと、なかなかね、これは後ろになりませんので、それではそこで戦争をしようということで、分かれていくというものがあります。俺は本当に柳橋歌舞伎の味の深い、私たちよりもっと大きい皆さん方は、たすきのセリフとか、無事性のセリフなんか、暗唱できるくらい、もう夏目になっているところであります。そういうわけで、夏目になっているといっても、今日ここの舞台で、いろいろ重心とか、十字路とか、その他、深夜の加藤清正とかやる方は、当時初めてやるかどうか、なかなか、柳橋の芝居としては何回もやってでも今日上がってやる方は初めてなので、どうぞそういう意味では戦い目で戦いご声援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ただいまは近藤会長からご挨拶をいただきました。さて本日の柳橋の歌舞伎ですが、21歳から73歳までの方が演じられると伺っております。どうぞ応援をお願いいたします。また本日の衣装でございますが、お相手に展示もしてあります。お帰りの際小相手でお衣装もぜひご覧いただきたく存じます。それではどうぞお楽しみくださいませ。これ根性のいとまごい、この
臣の願い可能たれば思いおくことをさらになし18年が重い
縁切るぞよ。さあ、はよ、時のびるほど不覚のもと、聞き分けないか。あーい。どうしかられて、愛しい夫が、うちじんにの、
走りながら生中止めて主を下ろしよう内地に恥をさらそうにけなげな内地にさせみたり終点でなどないで杯を渡したのは糸間の矢が二つには心残りもないようにと思い余った三三ここに取る街